ジャトロケットを使った LC-130 の離陸ロッキード LC-130 は北極と南極で運用できるようソリを装備したロッキード C-130 ハーキュリーズ輸送機の派生型である。ロッキード車によって若干異なる派生型も作られた。最初の型は1960年代初期に完成し、 当初は C-130BL と呼ばれた。しかし、アメリカ国防総省が航空機の命名法を変えたことから LC-130F と名付けられた。これらの航空機は、アメリカ海軍による南極の探検と観測を支援するため、アメリカ合衆国海軍省によって買い取られた。アメリカ国立科学財団も交代機として2ロット分を購入した。 1970年代初期、科学財団の局地プログラム部門は、南極プログラムの管理を占有していた。科学財団の LC-130 は、LC-130R と名付けられ、1974年に3期、1976年に2期を受領した。LC-130R は、LC-130F より、 エンジン出力を強化し、翼搭載の燃料タンクを持ち、ペイロードも買っていた。LC-130 の主な任務は、南極における科学のコミュニティを支援するため、マクマード基地からアムンゼンスコット南極基地をはじめ、実験場やキャンプまで貨物と人員を輸送することであった。LC-130 は、この任務をこなせるように、 従来の滑走路で使う車輪はもちろん、格納できるスキーを装備し、雪上や氷上に着陸できる。また、JA とロケット4機を機体側面に備えることが可能であり、荒れた滑走路や成形されていない雪上で、短距離離陸が必要な時に使用できる。JA とロケットを装備する以前には、分離式ロケットを装備されていたが、これは、 空中で分離できないというトラブルがあったため、廃止された。ありがとうございます。